こんばんは。こんばんは。最近大人になったなと思うこと、大人になったことなと思ったこと、思うこと、22時半ぐらいに一蘭行ったことですかね。大人じゃね。22時半ぐらいにラーメン食べてたことかな、みんなで、メンバーで。やっぱ年齢が上にならないとできないからね、それもね。こんばんは。ピアス可愛いです、ありがとう。可愛いやろ、これ本当はね、昨日つけたかったんですよね。うん、本当は昨日つけたかったんですけど、昨日はちょっとギリギリに起きすぎて、そんなことなど考えられなかったから。お気に入りです。いや、お花じゃないんだよね、わかんないの。でもちょっとどういうデザインか。でもお花はね、選ばないんだよね。お花は選ばないんだよね。そう、今日も一蘭食べたんですよね。そう、ゆうまると。美味しかった。そう、一蘭の話しててさ、ショールームで、おそっと私が一蘭食べたいなって言ったら、行こうよって言ってくれて、それ食べちゃった。こんばんは。食べちゃいました。こんばんは。そう、ずっと見終わると一蘭行こうってずっと言ってて、そう、でもお互いのさ、予定とかがなんか合わなくて、そう、お互いの予定とかがさ、そう、全然合わなくて、そう、やっと今日行けました。嬉しい、今日行けた。こんばんは。マジ前髪長すぎない？やばいよね。マスト病院行くからいいんだけど、やばくね？こんばんは。こんばんは。
前髪長いしさ、やばいんだけど。なんか前回来た時がさ、ゼップのさ、すぐゼップのさ、ゼップの前日か前々日ぐらいだったからさ、気持ち長めに切ってもらったから、それでちょっとあれなんだよね、伸びるの早かった。まだ目には入らない。すっぴんの時は入る。すっぴんの時っていうか、あ、何もしてなかったら入ります。今でもちょっと巻いてるからギリ入んないぐらいけど、ちょっとスレスレだよね、もうここまであるもん。ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。そう、寝起きとかはちょっとやばい、ここそこまで、そうギリギリ。こんばんは。ラピュタ見て、ラピュタ見たことない、どういう話か知らない。ゆず、どういう話なの、天空の城ラピュタ。なんかジブリあんま見たことなくてさ、ジブリで見たことあるの魔女の宅急便とかぐらいと、ポニョだっけ。ポニョもなんかストーリーがあんまりわかんない。わからない。こんばんは。バルス知らないの？うん、知らない知らない、わからない。こんばんは。ジブリだったら何が好きですか？ジブリ？調べていい？そこからなんだよね、知らないって。それ本当に知らないからさ、ジブリ映画が何か分かんないんだよ。調べるわ、ちょっと。千と千尋の神隠しは怖いからあんまり好きじゃないです。あんまり好きじゃない。あー、魔女の宅急便は見たことがあるのと、プニョもあります。千と千尋もある、見たことある。あとホテルの墓もありますね。仮暮らしのアリエッティも見たことある。いやでもそれぐらいかも、見たことあるの。あとはないかもしれない。ないですね。うん、これぐらいです。あとはちょっとわからん。難しいですね。トトロわからん。トトロ見たことない。トトロはなんかどういうストーリーかわかんない。そう、分からん。なんかもう有名どころしか見たことないです。こんばんは。
ばんは。新見さんが出てるのがトトロ、マジそっくりだよね。新見さんとトトロってマジでそっくり、そっくりすぎる。無理二つかもしれない、そっくりすぎて。そっくり。でもやっぱね、トドロよりもね、ポケモンのね、ポケモンのあのあれ似てね、メタモンじゃなくてなんだっけ、似てるやつ、メタモンじゃなくてあのカビゴンだっけ、そうに、やっぱそっちの方が似てる気がするんだよね。そう、そっちの方が似てる。うん、初見の方だ、ありがとうございます。 SK48 チーム S のしぐれ好きです、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。ポケモンわかんない、いつもわかんない。ポケモン見て育たなかったから詳しくないんだよね。そう、アニメとかわからんのよ、なんもわかんない。こんばんは。プリキュアは詳しい。プリキュアもね、見てなかった。朝早かったからさ、プリキュアやってる時間が。一番有名なやつ、一番世代だったやつの歌知ってるぐらい。キャラクターの名前とかわかんない。そう、朝早かったじゃんプリキュアって。そうだから、起きれなかったので見てませんでした。でもあれ見てた記憶ありますよ、お猿のジョージと羊のショーン見てました。そう、アニメはね見なかったので、そう。そう、わかんない。アイカツが好きです。でもやっぱりアイカツしか勝たんって感じですね。アイカツ大好きです、今でも好き。プリキュアはね、いつだっけ、わかんないんだよね。いつのプリキュアなんだろう、私が見てたプリキュア。プリキュア歴代、私がピンとくるビジュアルでいい。わかんないんだよな、何なんだろう、私がピンとくるプリキュアのさ、ビジュアル。こんなんなの今プリキュアって。すごい、なんか髪色どうしたのよ。あー、プリキュア5かも、一番馴染みあるわ。これがプリキュア5です。5人です、5人だ、プリキュア5、プリキュア5ですね、多分。デリシャスパーティーだって、デリシャスパーティープリキュアだから。へー、何それ、かわいい。デリシャスパーティープリキュアって言うんだ。へー、うん、プリキュア5かな。でも2007年だからな、4歳。うん、プリキュア555。うーん、ハートキャッチ、あ、これも聞いたことあんな、なんでだろう。
なんじゃこりゃ、わかんないわ、やっぱ。いやでも可愛いね、プリキュア可愛い。ペンギンのピングは見てなかった。え、ピングはめっちゃあれだった、ママが好きだったらしくて、私が生まれた時のなんかベッドじゃなくてなんかマットみたいなのがピングだったらしい。で、保育園の時のお弁当箱がピングでした。そう、まさかのピング、かわいいよね。そう、こないださ服屋さんママと行ってさ、ピングのポーチが売っててさ、結構本気で買ってもらおうか迷ったけど、やっぱいいやと思ってやめちゃった。ピングかわいいよね。でもピングアニメ見たことないんだ。そう、キャラクターだけ知ってて、動いてるピングは見たことがないんですけど。そうそう、でも知ってますよ、存在は知ってます、存在は知ってますね。はい、かわいいよね。はなかっぱ見たことあります？はなかっぱ見てました、めっちゃ世代です。多分はなかっぱは、はなかっぱと天才テレビか見てたのと、まいんちゃんも見てましたね。あとはそんなぐらいかな。懐かしい、はなかっぱ大好きだったんだよね、めっちゃ見てた。なんか習い事の前とかにちょうどやってて、確かはなかっぱは超やってた、超やってた、超見てた。そういうおばあちゃん家で見てました、はなかっぱ。懐かしい、やば、天才テレビくん見てたね、懐かしいね。はなかっぱとは、嘘、はなかっぱ知らないの？はなかっぱめっちゃさ TikTok とかでさ音源流行ってんだよ。そう、こういうやつ。かわいいんだよ、はなかっぱ調べてみ。この前もっとテレビ戦士の間に会ってた、会ってた、私の一番可愛いところに気づいてるでしょ、こいつ。踊りわかんねえ。こんばんは。知ってるんだね、曲だけ知ってる、にわかです。にわかです、ただのにわかです。こんばんは。でもなんか TikTok で知りました、その人、その方たちは、曲もだけどね。そう、 TikTok で知りました。生誕で予約してきました、ありがとう、ありがとうございます。ぜひお願いします。生誕 T、 19歳の生誕 T シャツぜひ予約してください。買ってください。こんばんは。
クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんはたけしが見させてくれなかったから家のテレビで流れたことない。流れたことないです。すぐあの変えられてたチャンネル。そう、すぐ変えられてた。ダメって言ってた。見るなって怒られた。ドラえもんはだから見てました。ドラえもんはそう見てたんだけど、クレヨンしんちゃんは見たことないのか、どういうのか分かんない。そう、ダメらしいです。そうか、映画見たことないんだよね。ドラえもんは映画見たことあるんですけど、そう、わかんないの。しまじろうはあれです、歌は知ってます。ハッピージャムジャムでしょ。でもね、あまり見た記憶はないんだけど、歌は知ってます。ハッピージャムジャム、かわいいよね。なんかミスドでさ、しまじろうのドーナツがさ、一時売っててさ、よく買って食べてました。ミミリンのドーナツが美味しくて食べてた。そう、ミミリンっていうウサギのさ、キャラクターがいてさ、それよく食べてた。今売ってるか分かんないけど。そう、ミミリン。ミミリン美味しいんだよ、めっちゃ。ミミリンのドーナツ、アンパンマンはすごい好きだったのを覚えてて、あれですね、よくぬいぐるみ買ってもらってました。そう、すっごい覚えてる。買ってってめっちゃ言ってた。そう、めっちゃ覚えてます。すっごい覚えてる。そう、たけしにね、そう、買ってってめっちゃ言ってたらしい。だからそのおかげでめっちゃあったよ、家に。アンパンマンとかドキンちゃんとかメロンパンナちゃんとかのぬいぐるみがもう大量発生で、めっちゃあったらしいです、もう家に。そう、めちゃめちゃありました。そう、ちょうどこれぐらいの、そう、これぐらいのぬいぐるみ、これぐらいのぬいぐるみだったんですよ。そう、そんな大きくなく、ちっちゃくないぐらいだったんですけど、まあ、ちっちゃい子からしたら多分大きいのかな。そう、めっちゃ買ってもらってた。かなあ。あとアニメ何かあったかな。全然覚えてないんだよね。なんか言われてみると覚えてる。なんかこれはこれはって言われると覚えてるけど、いざなんか、なんかに何か見てたって言われるとさ、あんまりわかんない。こんばんは。歌のお姉さん誰でした？たくみお姉さんだったと思う。めっちゃ覚えてる。女の子でたくみって言うんだっていう、あの感じめっちゃ覚えてます。え、たくみお姉さんって言ったよね。たくみお姉さんだよ、私の世代は。たくみのお姉さんと誰だろう。こんばんは。治った。そう、思った。あのさ、そう、絶対止まってると思って今刺したよね、すごく。まいんちゃん見て、まいんちゃんも好きだって言うと、ちっちゃい頃の夢まいんちゃんだったからさ、そう、まいんちゃんガチ勢みたいな感じだった。超覚えてる。
そう、マリンじゃない、マイン、マインちゃん、マインで。マインちゃんの前のクックルン、クックルンみたいなのもあったんだけど、クックルンもめっちゃ見てたのよ。そう、ちょうど同い年ぐらいの子が多分で出てて、そう、懐かしい。ゴーゴーキッチン戦隊クックルンだって、可愛すぎない名前。めちゃめちゃ可愛いんだが、何それ、可愛い、懐かしい、超見てたわ。そう、クックルンもね好きだったの、すごく。ラブ&ビリーしてました。ラブビリーはしてないですね、してない。でも名前は知ってるけど、なんか、うん、あんまりわかんないかも。こんばんは。懐かしいね、なんかそういう昔の話すると懐かしい、いろんなこと思い出しちゃう。ゲーム的なのとか集めるのとかあんまりしてなさそう。ちっちゃい頃はゲームセンターとかに行ったことがなかったから、行ったことがないっていうか行く過程じゃなかったので、そういうカードゲームとかはしたことないカットです。そう、今でもあんまり好きじゃないから行かないんですけど、そう、ゲーセンは本当に行ったことなかった。おい、落ちてった。そう、ガチャガチャもだからなんか ガチャガチャも割と最近です、めっちゃハマってんのは。昔はやったことなかった、ダメって言われてたからあんまりやらせてもらえなかったので、今になってハマってるって感じ。こんばんは。なんか UFO キャッチャーとかもやんない。そう、どうせ取れないの分かってるからやらないです。やんないです。まあガチャガチャは絶対出てくるからやるけど、 UFO キャッチャーはただただお金消費するだけだからやりません。ゲーセン行くと絶対太鼓の達人しちゃうよね。私太鼓の達人やったことないんだ、ゲーセンの。見たことはあるけど。そう、やってるところ見、やってる人は見たことは全然あるんですけど、自分がやったことない。でも昔ありました、家に太鼓の達人。あの家でさやれるやつさ、ちっちゃい太鼓のさやつ、あれ家にあった、めっちゃ覚えてます。やった記憶はないけど家にあったっていうのは覚えてる、なぜか。お家にはある、そう、今はないけどね、そう、昔ありました。そう、昔は多分ママがね、そう、あのお家にいた時とかにやってた、多分。
なんかすごいめっちゃ好きなエピソードがあって、なんかママがゆずがまだ生まれる前の話なんだけど、なんか暇だったらしくて、すごい家で一人で家にいなきゃいけなかったから、そうなんか暇だったんだって。だからそのなんか家にあるソファーをなんかこの字型に並べたらしいで帰ってきたタケシに怒られるっていうエピソードがめちゃめちゃ好きで、そう今でも思い出して笑っちゃう。そう暇すぎて、そうソファーをこの字型に並べてたらしいです。面白いよねフフフ、何してるん、何やってんのって言われたらしいそりゃそうだ。そう暇だったんだって。9月の8ギガ出るイベント明日からチケット、ああそうなんだ、それは告知しないとですね、みんな来てください。8ギガ8期生としてイベントに出演させていただきます。ぜひぜひ、まあ、まずは当たることか、応募するしてくれるのも嬉しいけど、ぜひみんな来てね。ピルアポもいるから行きたい思った。ちょっとニヤニヤしちゃった自分がいて、気持ち悪かった自分がそう2部にいるらしいです。私たちはそう2部にいるんだって。ぜひ来てね。8期の時代来た。いや本当に頑張りましょうみんな。いやでも本当にこんなすぐにまた8期生としてね、そのライブに出演できるのは嬉しいです。めちゃめちゃありがとう、嬉しい。まだ私たちは何も知らないからさ、楽しみでしかない。絶対当てたい、当ててください、当ててください、当ててください。いやもちろん本当に8期の ZEP とか来れなかった方もいっぱいいると思うから、本当にいい機会だしね、来てほしいです。それこそ当ててください倍率高そう、どうなんだろうね、高いのかな。でも SK だけじゃないし、他のさアイドルの方とかもいっぱい来るから、どうなんだろうね、高いのかな倍率、気になる。こんばんは。
八木のいけない代わりに返してくれ、ありがとう。そう、返しもね、コンサートがあるんですけれども、今日も配信してたんだけど、毎日リレーのね、そう、なおさんと須田さんと周年のコンサートです。ぜひ。楽しみ。いちいちのチャイナ残念ながらね、あの撮影の時点でねダメってなったからね、ポーズ変えたんだよね。立ち膝になったはず確か。そう、普通に座った時になんかチャイナドレスのなんかスリットが入ってたのよ、スカートに。スリットってわかるかな、なんか切れ目みたいな、なんていうの、シュッて入ってて、タイトスカートなんだけどタイトじゃなくなってるみたいな、そう、それが入ってたから、そう、ダメって言われた。そう、ちょっとうーんって言われた。ちょっと際どいですかねって言ったら、あのよくあの高田しおりさんのさ、ストーリーに出てくるさ、ナイタさんって人がいるんだけど、その方が撮影してくれたんだけど、ちょっとユズダメだなって言われたから、そう、なしになりました、そのポーズはそう、成田さん、成田さん面白いんだよ、めっちゃ。成田さんの可愛いエピソードがあるんだけど、なんか福岡の帰り道にね、なんかあの明太獣についてお話ししてて、そう、石尾さんが明太獣を食べたっていう、あのおいしすぎるって話を聞いて、それは食べないといけないと思って明太獣の話をしてたら、成田さんも携帯で明太獣検索してたのが可愛かったこんばんは。足が長すぎ、そう、足が長すぎて、そう、エチエチだったらしいです。ごめんなさいごめんなさい。そう、足が綺麗だからだよ、しょうがない、そう思いましょう。特会ですか？でもチャイナドレス来たことないからな、ワンチャンありなんだよね。でも次のシングルのトーク会があったらあれだな、また衣装多くなっちゃうかも、着たい衣装が多いから。もちろん私服もちょっと入れるし、セーターティーとかも着たいけど、キョンシーはチャイナじゃない、キョンシー別にエチエチじゃなくないキョンシーはテンテンだから。こんばんは。生誕 T シャツとキーホルダー予約してきました、ありがとう、嬉しいです、楽しみてんてん。
でもね、夜風だけは絶対に着たいんだよね。夜風の衣装は着たいの、トーク会で。そう、夜風だけはちょっと着たいから、夜風は着るのと、あとはでもなんかあったかな、着たい衣装。夜風とあれかな、夜風が行けるなら枯葉も。いや、枯葉はちょっと着たことがないので着れません、すいません。私はいつか枯葉を歌えば着れるんだけど、まあそう簡単に枯葉のステージは歌えませんか、申し訳ないけど。そう、着た衣装しか着れないから、どうか会話。ウィンブルドンはもういいかな、こないだ着たしね。新公演の衣装もな、アルバムなんかロングトーク会で着てるからなって感じ。なんか公演は来ればさ見れるじゃんそうだから遠くから行けなくてもいいかなと思っちゃうんだよね。まあ来てもいいんですけど、だってもう今度は着るしね、ワンショットロングトーク会でユニット曲の衣装そう、当選してさ劇場に来てくれればさいいんだけどそう、だって結構近いさ場所から見れるからさ。嘆きのフィギュア、あ、フィギュア着たいです、フィギュアも着たい。こんばんは。ツーショットあるかな。ミツバチガール着よう、嫌だ、ミツバチガールは嫌だ嫌だ、あれはちょっとしんどい、もうその年齢で着るってなったらちょっと無理がありすぎる無理がありすぎるのちょっと嫌です。ジリービーンズはどうかな。ジリービーンズか。ちょっと嫌だ。可愛いけど短いんだよあのスカート。てか入るかなそもそも。こんばんは。リラックスはいけるのか、リラックスはいけます、来たからね、全身ジュリナさんなのでスペシャルセットですね、着れますよ。リラックスの衣装は全部ジュリナさんのお借りしたから。可愛かったよねリラックスの衣装。
れはあれなんどうなんだろうね。逆上がりの金色衣装はぜひ。やだ、あれは踊ってないとやりたくないです。着たくない。あれは衣装を着るために着るもんじゃないです。あれは踊るために着る衣装だから。単体で着たらなんじゃこりゃってなっちゃって。絶対に「いやあれはダメでしょ、もうダメだって。あの時16歳とかだったけどよく着てたなって思っちゃうんだよね。いやなんかさ、そう、あの衣装はちょっとダメダメ、いけません。なんかあれもさ、なんかあの衣装もさ、なんか言い方あれだけどさ、本番でも結構際どいなと思ってたけど、もっとやばかったんですよ。フィッティングした時にほんと何もなかった。装飾とかも何もなくて、ただの布みたいな、布になんかズボンみたいな感じだったの。本当に大げさに聞こえちゃうかもしれないけど、割とほんとそうで、まあなんかつけるわみたいな感じのテンションだったから、そうまだ良かったんだけど、本当にもっとなんか布みたいなそう布とズボンみたいな、本当に本当にこんな感じだったんですよ。ピタッとしてる、そうそうやばかったんだって。本当にアウト、ダメだよそうやばかったの。しかもなんかズボンもなんかただのズボンじゃなくてもパッツパツみたいなさ、そう。こんばんは。そうかやばかったんだってほんと。今日は何時までやろうかな。50分になったら終わります。でもさ、思うんだけど制服の目のアンコールもなかなかじゃない？結構なんかさ、多分昔の公演の衣装ってさ、昔の方って異様に細かったりするからさ、なんかウエストとかもだけど、なんかぺったんこみたいな、わかる？だからちっちゃいのよ衣装が、そもそもなんか入んないの。そう今の時代と違ってみんなスタイルいいみたいな人たちばっかりの衣装しかないから、そう。そう楽園の階段、そうなんかさ、そうピノキオ軍とかのあの衣装マジでやばかった。なんかもう本当にさ、私ズボンだ短パンだったんだけど、マジでもう丈足りてるってぐらいもうないのよ丈がそう本当もうパッツパツズボンみたいな、そう本当にやばかった。ほぼアウトだろみたいなそう結構やばいんだよね。正直テスナチャイラブ衣装も大変そうな。いやさ、割とそこまで嫌じゃないかもしれないそう割と嫌じゃない。私は動画ないのでお腹出ないんだよね、本当に短くないと。
そう、そう簡単には私のお腹は出ないので。そう、別に隠してるわけじゃないんだけど、そう、どうかないの。どう、短いマウント来た。だっておへそと腰の位置一緒なんだよ、すごくね。っていうさ、話を昨日さ、一昨日か、アミちゃんとしてた。こんばんは。それやばい。そうか、へそ、へそがあるでしょ。おへそがあるじゃん。おへその横が腰なんだよ。そう。おへそのすぐ横がもう腰のなんか出っ張ってるとこなの。そう、ズボン履くとこね。そう、そこなんですよ。普通違うじゃん。え、普通ってど、何なんだろうね。なんかさ、普通はどっちなんですか。普通、普通ってなんだろう、腰、腰よりおへその方が上なのかわかんないけど、そう、へその横が腰なんだよ。そう、だからおへそが見えんの。おへその下が腰。あ、そうなんだ。おへそ、おへその下が腰。あー、なるほど。そう、だから私は、そう、おへそと腰が一緒なの。そう、だからおへそが見えない、隠れてんのよ。こんばんは。すごいビューンって聞こえた。こんばんは。台風なの、この音。めっちゃ車だと思ってた。50分だ。そろそろじゃあこの辺で終わります。ありがとうございました。バイバイ。あ、バイビーか。ありがとうございました。またね。また明日。バイバイ。